私も柳瀬房子さ参与員をお呼びしたんですが、まあ、来ていただけないということで、えー、思っておりますで。先ほど石川委員からもありましたが、今日私は衝撃的なあの勤務実態の表をあの見せていただきました。えー、それで、えー、2016年1月24 1年月日 は500人以上と話をしてきたといい2019年11月には1500人と対面とやな柳瀬さんはおっしゃっていますで2021年4月の衆議院の参考人では2000件で対面をしていると言っていますつまり、えー、5年間の間に1500人の対面つまり年間300人対面したということになりますそれから1年6ヶ月の間に500件対面ということになりますこれ可能なんですか可能ですか 大臣西山次長あの特定のあ難民審査参与員の事件処理数につきましては、あの本日、国会の表に応じて提出させていただ,もい,ただいたものを除きまして、 あの業務上特計を取っていないため、その評価がそもそも困難でございます。その上で、柳瀬氏は、参与員制度が始まった平成17年から現在に至るまで、長年にわたり参与員を務めておられ、他の参与員の代わりに審理に入ることにも協力をしていただいている方であるので、また、昭和50年代から難民を支援する NPO 団体の設立にかわり、その運営も務めてきた方でございます。このようにに難民認定に対する 知識および経験が豊富かつ、長年にわたって難民の支援にし真摯に取り組んでいる方が、国会で参考人として、ご自身の豊富な知識および経験に照らし、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができない旨を述べられたものでありまして、ご発言は重く受け止める必要があるものと考えておりま君、はい、ありえないですよ、普通の感覚だったらこんなのありえないっていうのが当然じゃないですか。